皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回は邪悪な亡霊から家族を守るホラーゲーム、デブラリーをプレイさせていただきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。具体的にどういうゲームなのよ。家にあるものを駆使して悪霊を追い払うゲームなんだぜ。家にあるものだけで悪霊を追い払えるんか。ものは試しよ。なんだ？緊急地震速報か？奥さんが主人公の旦那さん宛に送ったメールかな？家に帰るの遅れるわ的な。浮気の匂いが。なんでやねん。始まった。すごい豪邸だなおい。主人公はハリウッドスターか何か？主人公は道端に落ちてる空き缶を拾う仕事をしているらしい。はい、空き缶拾いの仕事って意外と儲かるんやね。嘘に決まってるでしょうが。なんだ嘘か。それでは中へ。随分暗い屋敷やな。電気つけていこう。なんで異様に暗いんだ、節電か？こんな豪邸に住んでる人が節電するとは思えないけど。意外とお金持ちほど節約家だったりするんやで。この部屋は明るいね。ラジオだ。壊れてるのかな？左下に妻と子供たちをチェックしろみたいな指示が出てるね。どこにいるんだろう。お、これは？これで少しは当たりが見やすくなった。家族は2階にいるのかな？それにしてもほんと広いな。私の心と同じくらい広いね。養母の心は犬小屋サイズじゃないの？ひどい。やたらとラジオが置いてある家だね。家族はどこにいるんだ？ここかな？明らかにいなそうな場所に来たな。おい、妻、子供たち。便器の中に家族がいるわけないだろ。いやもしかしたらってことも。ねえよ。バスタブには。いねえよ。じゃあない、他を探してみるか。高そうな絵ですな。これは団子三兄弟の絵かな？どこに団子要素があるんだよ。次はこの部屋だ。お、誰か寝てる？人んちで片手に寝やがって何者だったま。お前の家族だよ。あ、これ娘か。随分しけた面してんじゃねえか。ひどい父親だなおい。左下にチェックマークが一つついたね。今娘を確認したからかな？ということはあと二人いるってことか。またチェックマークがついた。もう一人は赤ちゃんだったのね。すやすや寝とるようですな。となると最後の一人は奥さんかな。愛する妻を探しにレッツラゴー。この部屋かな。お、左下の文字が全部消えた。いた？なんでベッドの上に死体置いてあるん？寝てるんだよ。寝てるのか。いやあいつ見てもいい尻してますな。この人背中どうなってんの。頭からお尻にかけて一本の線が。着ぐるみみたいだね。妻の正体は人間の皮をかぶったエイリアンだったのか？ただ単にキャラの作りが雑なだけの可能性。これで家族全員の無事を確認できたけど次は何をすればいいの？この部屋は何だろう？モニターがある。すごい、これで家の中を監視できるのね。悪霊が現れたらすぐにその場所に向かって退治する感じかな。ちなみに聞いた話だと悪霊はカメラのフラッシュを当てないと姿を現さないらしい。そのままでは見えないのね。それと悪霊が通った場所にはオーブみたいなのが残ってるらしいよ。あ、下に何か表示された。悪霊と戦うためのアイテムが家の中に出現したみたい。早速探してみよう。あれは？カメラ？これが養母の言ってたやつか。フラッシュを焚いて悪霊の姿を暴いてやるぜ。ほら、本当の姿を見せやがれ。それは奥さんだよ。マイワイフ？イエスタカスクリニック。そういう寒いギャグいらないんで帰ってもらっていいですか？ところどころオーブらしきものが見えるけどこれ近くにいるんだろうか。さすがにそんなすぐには姿を現さないんじゃない。この部屋は何だろう。キッチンか。包丁だ。まさかこの包丁で悪霊退治するのか？物理攻撃が効くのかな？こっちは何だろう。一番初めに入った部屋だ。繋がってるのね。こっちは何だろう。怪しい部屋だ。オーブっぽいのがあるんだけど。フラッシュしてみよう。オーブが移動した。どこ行ったんだ。何か置いてある。ポイズン、毒？悪霊に毒効くんか。この扉の先は地下室やんけ。一回フラッシュを焚いておこう。いなさそうだね。ライトあるやんけ。これで見やすくなった。ベアトラップがあるけど悪霊がかかるんか。熊の悪霊なのかな。ここにもなんかある。なんだろう。スポットライトだって。
なるほど、ベアトラップにかかった悪霊をこのライトで光を照射して攻撃するのね。また謎のアイテムをゲットした。缶詰？どこで使うんだろう、謎だらけだ。ひとまず罠とライトを設置してみますか。かかってくれるかな。どこに設置しようか。明るくて見やすい場所がいいな。こことかどうよ。ちょっと狭いけど明るくて見やすいね。よし、あとはライトを設置してっと。あとは罠にかかるのを待つだけだ。試し撃ちしてみよう。わお。こりゃあなかなか使えそうだ。入手した缶詰も一応使っておこう。白い粉？怪しい。さては薬で悪霊をおびき寄せるつもりだな。悪霊が薬中の可能性も捨てきれないからね。近くで物音がしたぞ。オーブが大量に漂ってる。いたぁ。今少しだけど見えたね。待てこらぁ。逃げ足の速いやつだ。どこ行った？まだ近くにいるはず。奴のうめき声が聞こえるぜ。奥にいる？セーターぁ。逃げろ逃げろ逃げろ。悪霊めっちゃ怒ってるやんけ。罠の場所までおびき寄せられればこっちのもんだ。ふっ、外したか。まずいよまずいよ。よし、罠にかかったぞ。ついにベアトラップにかかるのね。どうだ、ライト攻撃はさぞかし痛いだろう。お次は包丁だ。この木見てこないだ。沈めー。倒した。いや、逃げただけだ。すごい木の跡だ。あれだけ攻撃してもまだ死なないとは。なかなか手強い相手ですな。奴はどこへ逃げたんだ。またオーブが。ちょこまか逃げ回りおって。正々堂々戦わんかい？来たー。そ、なかなか強烈なパンチだ。パンチかますだけかましてまたどこかへ消えていった。あの野郎許さんぞ。そういえばまだ監視カメラうまく利用できてないね。確認してみますか。映ってるかな？いたー。あの野郎冷蔵庫漁ってやがる。悪霊もお腹が空くのか。キッチンに行ってみよう。冷蔵庫の扉開けっぱなしにしやがって。この家の人はなんでトイレットペーパーを冷蔵庫に入れてるんだ。好き放題暴れてますな悪霊さん。あの野郎。いくら普段温厚な霊夢様でも玉袋の尾が切れたぞ。それを言うなら堪忍袋だよ。まずいよ霊夢、家族が悪霊に取り憑かれたって警告が出てるよ。なんてこった。娘さんが浮いてる。うちの可愛い娘に何をしたんだこの野郎。お前さっきまでしけた面とかなんとか言ってたじゃねえか。宙に浮いても相変わらずしけた面してんな。おい、これでも暗い化け物ね。あー、やばいよやばいよ。まずい、追い詰められた。死にましたね。この悪霊強すぎんよ。動画にはなってませんが実は20回くらい死んでます。くそー、どうすれば奴を倒せるんだ。プレイスキルをもっと磨く必要がありそうだね。ということで今回はここまでとさせていただきたいと思います。またいつかリベンジしますのでその時はよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。